everyone. Welcome to my channel. It's Sally here. こんにちは、エリーです。今回は、双子ちゃんの1日の食事、離乳食をシェアしたいなと思います。前に離乳食どんなものをあげているか知りたいですっていう リクエストをいただいていたので、今回動画にしてみようかなと思います。我が家では結構早い段階から手づかみ食べをもう始めていて、ほぼ離乳食を始めたぐらいから、もう手づかみも一緒に始めていたので、最近は結構手づかみをメインにしていて、1日3食に最近なったんですけど、3食できるだけ手づかみになるように、で、手づかみじゃない時のスプーンであげる時も手づかみの品を1個置いたりとか横に置いといてっていうのをやるようにしています。足りるので手づかみだと楽なん、揚げている時は楽なので、そう自分でパパーって食べてくれるので、その点は楽なので、手づかみを最近結構メインにしています。なので今回の1日の食事も手づかみの1日の食事という感じで撮ってみたので、よかったらご覧ください。では、Let's get started! 朝ごはんを作ります。このさつまいもとバターナスクワッシュのスマッシュしたやつを使って、パンケーキを作りたいと思います。朝ごはんはこんな感じで揚げたいと思います。バナナとラズベリーも手づかみで。いいね。バナナバナナバナナ。バナナバナナ大好き。ナウイナウイ。普通に飲んでください。自分でストローで飲みます。完食しました。ごちそうさまでした。Look, look, ごちそうさまでした。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ルシは。はい、ルシ。せーの。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よーなほど。
汚い汚い。よいしょ。おいしい。おいしいね。おいしい、おいしい、おいしい。パスタ。結構アボカド大好きなんですけど、ルーシーはあんまり好きじゃないか。パスタの方が好きかな。おいしいね、パスタ。上手に食べれるようになりました。エリーのご希望でグリーンピースも温めたので一緒にグリーンピースも食べます。ね、おいしいね。今日の夜ご飯は簡単にこの昨日作っておいた、お雑炊なんですけど、チキンとインゲンと人参とブロッコリーが入ったもので、これをおやきにしたいと思います。あと冷凍のコーンとブロッコリーのものを解凍して、これも揚げたいと思います。こんな感じで夜ご飯できました。おやきにブロッコリーとコーン冷凍してあったものにチーズを、柔らかいチーズを刻んで入れて食べやすいようにして、あとはスティックにイチゴを入れて、今歯ぐずりがすごいのでこれがかなり役立っていて、噛み噛みして食べれるようにしています。いただきます。いただきます。それがいい。すごい勢いで食べちゃった。チキンだよ、チキン。チキンとご飯と人参とインゲンと。食欲旺盛です、本当に2人とも。これちょっと食べてね、これ。はい、はい、おいしいね。ブロッコリーとコーンだよ、チーズもあるよ。よしよし、うん、いよいよ、はいはい、持つ、持ってみる、うん、はい、よし。ちょっと難しいね、うん、はい、ルシーはこれは口なし。あ、という感じで今回は双子ちゃんの1日の離乳食を紹介させていただきました。あんな感じで手づかみで簡単にできるものばかりなんですけど、簡単にサッとできるものをいつも作っている感じです。結構できるだけたくさん作ってストックにして冷凍してってやってるんですけど、やっぱり2人いるのでもう減りが早くて全然ついていけない感じで、なかなかやっぱり1日3回食になるとなかなか大変ですね。あとはああやって手づかみになったので、もう作ってあげて片付けて、作ってあげて片付けてっていうのがもう1日中って感じの気持ちで、もう本当に1日があっという間に離乳食あげてると終わってしまうの で手づかみ食べて結構嫌がるママさんもたくさんいらっしゃると思うので、やらない方もいらっしゃると思うんですけど、あとお子さんによっても合う合わないがあって、まあ、うちのルーク男の子のようにこうちょっと手づかみが苦手で食べさせてもらう方が好きなタイプもいるので、ここ最近やっと自分で結構パクパク食べれるようにはなったので、まあ、日々の練習かなと思って、そう、ね、いずれまたスプーンとか長女の時のようにスプーン結構感触を起こしたりね、こうスプーンって苦戦する時なので、またそれが始まるんだと思って、でこの先また1ヶ月後2ヶ月後とか離乳食の内容も変わってくると思うので、そちらもまた動画でシェアできたらなと思っています。という感じで今回の動画お付き合いありがとうございました。この動画にぜひいいねとチャンネル登録お願いします。でインスタグラムの方には私たちの日々の様子をたくさんシェアしているので、まあ、双子ちゃんの毎日のどういう感じで過ごしているかっていうのをたくさんアップデートしているので、まだフォローされていない方はフォローの方お願いします。ではまた次回の動画で See you next time! バイバイ!